ダイエットのために運動の量を増やしたり食事の量を減らしたりいろいろ工夫しているのになかなか体重が減らないなって思ってる方いらっしゃいませんか？実は根本的な要因として正しい栄養補給ができていないことが原因かもしれません。本日はダイエット中の食事において意識していただきたいダイエットの5つの掟についてお話ししていきたいと思います。皆さんこんにちは、ビーレジェンド管理栄養士の堀です。ダイエットにおいて重要なのはトレーニングと食事、この2つはもう切っても切り離せないダイエットの基本の基になります。運動の量はダイエットのためにいつもより増やしているのになっていう方はたくさんおられるのではないかなと思うんですが、意外とおろそかになりがちなのが食事の栄養補給なので、栄養補給についてポイントをお話ししていきます。5つの掟、1つ目は朝食を必ず食べるということです。ダイエット中ってなると食事の量をもう極端に減らしてしまったりだとか、1日1食にしたりとか、あとは朝食抜いてしまったりとか、そういうダイエットをされる方もいらっしゃるかなと思うんですが、これはもう全くおすすめできません。なんでかっていうと、朝食って夕食との時間も空いてて栄養がまあ枯渇している状態、これから活動していくっていうタイミングなので、空っぽの状態で活動してしまうと自分の筋肉とか自分の組織をこう分解してエネルギーを無理やり作り出そうっていう働きを体がしてしまうからなんです。なので、ダイエットだからといって筋肉の量を減らしてしまっては基礎代謝も落ちてきてしまったりだとか、健康的に痩せるっていうところでは目的とちょっと違ってきてしまうので、これから活動するよっていうタイミングはエネルギーを補給していただくことが重要になってきます。かつ朝ごはんを食べると体温も上昇するので、1日を通しての基礎代謝量っていうところも高い状態でキープすることができます。体のスイッチを入れるっていう意味でもしっかり朝ごはんは食べていただきたいなと思います。私も競技柄体重の調整をしたりすることがあるんですけども、そういう時に取り入れている方法として逆ピラミッド型の食事方法を取り入れています。朝食を一番たくさん食べる、食べたいものを食べても朝ごはんのタイミングはいいかなと思います。夕ご飯にかけてこう徐々に量だったりカロリーっていうのを減らしていく逆ピラミッドの食事方法がダイエット中はおすすめできるので、肌感の量でもいいと思うので試してみてください。掟の2つ目ですね、甘いものはご褒美にしましょう。嫌というほど言われているかもしれないんですけれども、お菓子とかスイーツっていうのは脂質が多かったりとかカロリーが高いものが多いっていうのが特徴になります。なので食べるなら1日のご褒美みたいな感じで1日1回とか回数を減らして取り入れてみていただきたいなと思います。具体的に言うと1日1回だいたい200キロカロリーぐらいのおやつを食べるのがおすすめです。200キロカロリーで食べられるもので言うとだいたいどら焼き1個とか板チョコレートだったら半分ぐらい食べることできます。意外と満足するぐらいの量は食べられるので200キロカロリーを目安に1日1回ご褒美として取り入れてみてください。あとは洋菓子を食べるよりも和菓子を選んでいただいた方が脂質が少なかったり比較的カロリーも少ないので一つポイントかなと思います。どうしても甘いものが欲しくなったりするときはプロテインみたいなサプリメントを活用していただくのも一つ手かなと思います。ビーレジェンドプロテインだと1食120キロカロリーぐらいなので、甘いものが食べたいという欲求はプロテインを飲むことでも満たすことができるかなと思うので、ぜひ間食にプロテインを取り入れてみていただくっていうのも方法の一つかなと思ってます。掟の3つ目なんですけれども、高タンパク低脂質の食事を心がけてください。脂質は 1g あたり9キロカロリーっていう3大要素の中でも一番高カロリーの栄養素になります。脂質の量を減らすことで1日の摂取カロリーっていうのは簡単に減らすことができるかなと思っています。で、3大要素なのでもう絶対ゼロにしてくださいっていうものではないんですけれども、比較的意識しないでも十分な脂質の量は摂取できていますので、食事から摂る脂質の量はなるべく減らす。調理方法を焼くものとか揚げ物ものだったら茹でるとかムースに変えてみるとか、調理で使う油を減らしてみるとか、そういったような工夫で少し脂質の量を減らすっていうところを意識していただけたらなと思います。もう一つ、高タンパク質の食事を心がけてください。タンパク質っていうのは
食事誘発性熱産生っていう栄養をとってそれを代謝するときに生まれる消費カロリーがあるんですけども、それが三大栄養素の中で一番高いのが特徴の一つになってます。食べることで体の中の熱も生まれるし、ダイエット中であっても筋量を落とさないっていうのはすごく重要なポイントになってくるので、筋肉の栄養となるタンパク質はダイエット中であってもしっかり意識して、摂ってください。高タンパク低脂質の食材でいうとお魚とか赤身のお肉とか鶏肉、大豆製品、納豆とかお豆腐とかそういったものが脂質が少なくてタンパク質がしっかり摂れるので、普段の食事に取り入れてみていただけたらなと思います。おきての4つ目なんですけれども、ビタミンミネラルの不足に注意してください。ダイエット中ここを意識されてる方って意外と少ないんじゃないかなと思っています。特に意識して摂っていただきたいビタミンはビタミン B 群になります。意外とお野菜とかじゃなくてお肉とかお米とかそういったものに含まれているビタミンになります。なので肉とかお米とかを極端に減らして野菜ばっかりの食事みたいな風にしてしまうと意外と摂れていないビタミンになります。なおかつビタミン B 群っていうのは三大栄養素炭水化物、タンパク質、脂質、この3つをエネルギーとして代謝するために働いてくれるビタミンになります。つまり摂った栄養素を体のためにうまく使う上ですごく重要なビタミンになりますので、ダイエット中の方は特に意識して摂っていただきたいなと思っています。ミネラルでいうと食事の量が極端に減ることで鉄の不足っていうところが心配している点です。特に女性の方だと慢性的に鉄の不足している方って非常に多いので、その状態でかつ食事の量が減ってしまうことで鉄の不足っていうのは結構よくあるパターンかなと思っていますので、鉄の摂取っていうところは特に意識してみていただきたいなと思います。おきての5つ目になります。運動量に合わせた栄養補給をしましょうっていうところになります。運動量によって必要なエネルギー量とか必要なタンパク質の量っていうのは変わってきます。よくある例で言うと運動しなかった日とかトレーニングオフの日、そういう時に運動してないからって言って食事の量も極端に減らさないっていうのも重要になってきます。もちろん運動する日よりも消費するエネルギーやカロリーは少ないんですけれども、体は日々合成と分解を繰り返しているので栄養は変わらず必要になってきます。なので運動量が少なかった日とかトレーニングオフの日は高タンパクで低脂質な食事内容っていうのをより意識してみていただけたらなと思います。ここまで5つの掟についてお話ししたんですけれども、ダイエット中の方ってどうしても体重の数字を意識してしまいがちかなと思います。体重の数字だけじゃなくて体重を構成するその質っていうのを考えてみていただけたらなと思います。具体的に言うと体脂肪率とか女子肪体重っていうのを意識してみていただきたいなと思います。体脂肪率はご自宅でも測定できるような体重計についてるような体脂肪率計で測っていただいても全然構いません。毎日こう決まった時間に測るっていうのがポイントかなと思います。お風呂上がりに測るとか朝起きてすぐ測るとか自分の中でまずルールを一つ決めていただきたいなと思います。女子肪体重なんですけれども、あんまり聞き慣れない方もいらっしゃるかなと思うので簡単にご説明すると、体重を構成するうちの脂肪分を抜いた骨とか筋肉とかで構成されている部分、これを女子肪体重っていう風に呼んでいます。ほんとざっくりした説明なんですけれども、女子肪体重っていうのはもう体を構成する上で必要な体重になってくるので、こっちを減らすんじゃなくて余分な脂肪の分の体重を減らしてほしいなと思っています。女子肪体重は結構簡単な数式で計算することができます。ご自身の体重×体脂肪率割る100っていう数字で求められます。体重が60キロの方で体脂肪率が 20% だったとすると女子肪体重が48キロっていう計算になります。なのでこの48キロっていう女子肪体重は減らさずに12キロの部分を減らしていきたい、これが健康的なダイエットの基本になります。体脂肪率を測ると自分の脂肪分が算出することができますので、記録とかつけてみていただけると健康的で無駄のないダイエットができるかなと思いますので取り入れてみていただきたいなと思います。簡単におさらいすると、1つ目朝食をしっかり必ず食べる、2つ目甘いものはご褒美にしましょう、3つ目高タンパク低脂質の食事を心がける、4つ目ビタミンミネラルの不足に注意しましょう、5つ目運動量に合わせた栄養補給を心がけましょう。この5つを抑えて健康的なダイエットにしっかり取り組んでみていただきたいなと思います。ご質問とか要望があればコメント欄にぜひコメントください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。